どれだ、なんか先っぽにと闇小人が立ってる。そこで何してんのね。たまに闇小人こういうところあんだよな。攻撃しちゃダメ、あぶねえ。おこちゃんね、過激派やな。卵取ろうとしてるのかな闇小人。たまにこういうところで黄昏やがんだよなこいつな。かわいいとこあんなよ闇小人。ごめんね、卵もらってくね。あ、イベントに空きがない。あ、そうだね、じゃあこれ闇小人に置いといてあげましょう。プレイヤー捕獲力強化クルリス像52個。次がマックスですよね。必要数35強化。あれ余っちゃった。クルリス像って余んの、ね、じゃあ無理して取らなくてよかった。17個余っちゃった。ただ捕獲力もこれでマックスになってしまいました。やだ、もう終わりが近い。やばい、マップの方もちょっと見てください。これあともうここだけ。これ下からパル保護団体の塔まで登っていって、ここにちょっとうっすら見えてるシルキーヌちゃんのボスぐらいじゃないですか。やったな。まあ、ここら辺のね、強いボスちゃんたちはまだ残ってるんですけど、まあね、ちょっとお待たせしすぎているので、リリー・エヴァンハートさん、あなたをね、裁かないといけないんですよ。ラスト裁きだ。うわぁ、裁きもラスト裁きだ。まあ、とりあえずここの塔に向かいましょうか。終わってしまう。やばい、終わってしまうよ。どうする。ピアノ弾く。相変わらずかっこいいな、このピアノ。うわー、来ました。寒そうなとこにめちゃくちゃ綺麗な氷に、この銅像は、いや石像は、なんだ、何のパルちゃんだろうこれ。まだ見たことなさそうですね。だいたいね、石像になってるパルちゃんたちは存在するんですけど、純白の雰囲気やってまいりました。ここのボスはシルキーヌちゃんですね。よし、まあじゃあさばき前のいい肩慣らしということで、人白の貴婦人、早速戦っていきましょう。よいしょー、いけー、モクラー、いいぞーモクラー、燃やせ燃やせ燃やせ、こう、大丈夫かモクラー。よし、そろそろいいだろう、66%。あとは無限スフィア、あとは任せなモクラー。よいしょー、オッケー、いただきますシルキヌちゃん、いらっしゃいいらっしゃい。よっしゃー、ボス紹介討伐、オッケー、これでだいぶ準備が整った。あ、寒い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 、やばいやばいやばい、あっぶね。これ体感パルメタルアーマーなんですけどね、このいてつく山めちゃくちゃ寒いですし、あそこにもう塔が見えておりますね。バル愛護団体の塔やってまいりました。ついにファストトラベルも解放させていただきましょう。なんか今手記がありましたね。はいはい、少々お待ちください。つらららじかちゃんもいますね。なんかちょっとファストトラベル遠くねえかな。ファストトラベル解放、もうちょっと塔の近くに作ってくれよ。ちょっと遠いんですよね。じゃあまあ早速あそこの前の手記を読んでみましょう。あれ？でも日記は俺全部読まなかったか？ということは漂流者の手記デイ 12-3。 ちょっと読んでみましょうか。日記じゃないんだ、この塔の前にあるのに。漂流者の手記デイ 12-3。 うん？長い旅路を終えて、なんとか塔へとたどり着いた。古代文明によるものであることはもうほぼ間違いなさそうだ。だが何のために作られたのか見当がつかない。ただ、パルジウム鉱石と同じように何らかのエネルギーが流れていることだけが感じられる。
塔の中の火に触れると謎の空間に飛ばされた。謎の空間にいたのは巨大なパルとそれを刺激する人間だった。恐怖心のまま逃げ回っていると気づけば塔の近くに戻っていた。まあ、タイムアウトしたってことですよね。そして巨大なパル、それを刺激する人間は塔のボス、漂流者もあったってことか。じゃあそれでは最後の裁きに向けてアイテムや装備を整えてまいりたいと思います。ほらもうモコロも裁きたがってるずっと塔を見てるもんね視線そらさずモコロが裁きにハマってる。これ裁きジャンキーになってないねモコロ可愛い顔してあ、待っててね、すぐ裁かせてあげるからね、モコロ。さあ、ついにこの時がやってきてしまいました。最後の裁き、ラスト裁きの時間でございます。さあ、準備をしてきましたよもうわかるね、これ背中に背負ってるやつだジェットパックみたいになってるけど装備を整えてまいりましたよ。こちらロケットランチャーのアンコモンでございます。攻撃力11000高っアサルトライフルが400ですからね、これの約12-13倍でございます。まあもちろんね、アサルトライフルも装備して、弾も9999発、そしてこちらロケット弾、1135発準備しております。いや、このロケットランチャーがですね、かっこいいうわこれで裁ける時が来るとはだ一発しか装填できないんですよね。なので3丁あるので、まあ、これを繰り返し使いながら、リロード時間を短縮していきたいと。ただこのロケット弾が1135発で重さが567もあるんですよこれだいぶねバックの重量をね占有してるんですので、リセット薬で、まあ、攻撃力を上げる幅がちょっと減っちゃうのが不安なところなんですけれども、まあやっていきたいと思います。どうだろうな、そうですよね、重さ足りてないよね。900は必要なのかな。まああとは全部攻撃力に全振り174までしか上がらないのか。こんなに弾いらないかもな1135発、これのね威力がどれぐらいなのかもまだわからないんですよね。ちょっと一発試し撃ちしてみます。あ、やば、ふぶき姉ちゃんが来た。ちょっと待って、今やめて、今体力削りたくない。ちょっと待って、あ、そうだ、あ、ご飯持ってくるの忘れた、ご飯持ってくるの忘れた。ちょっと待って、あれ全然準備できてない。あ、ちょっと待ってて、ね、ちょっと待っててねよし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 、持ってきました、ご飯も。オッケー、凍てつき山到着いたしました。ふー、ロコモコが4つとオムレツが1つですね。え、なにね、ちょっと待って、やめてね、やめて、なんで急に攻撃してくんのよ。今違う、今ね、裁きのあれ、裁きのオープニングの動画撮りたかった。あ、パル保護団体の塔やってきて、なに、希少種の音がするね、今違うって。うわ、つららじかちゃんの希少種欲しいちょっと待ってくれ、パルスピアないとね、戻ってきて大丈夫かな。つららじかちゃんの希少種じゃん、え、めっちゃ欲しい。ちょっと、もう一回もう一回戻ろう。違う違う違うねそういう動画じゃないのね今ね戻った時希少種いたっけ、どうだっけな。一応パルスフィア持ってこよう。あ、いない希少種のつららじかちゃんいなくなったので思い中レジェンドスフィア持ってきたのにねもうちょっと待っててね、もう一回帰ろう、もう一回帰ろうねおい、ラストさばきグダグダじゃねえか、おい
畜生、これが最後の裁きになってのに、閉まらねえな、おい。ある愛護団体の塔、やっとやってまいりました。お待たせいたしました。よし、やるぞ、ついにラスト裁きを。ロコモコが4つあるのね、これを私とおこちょ、もころん、もころに食べてもらって、オムレツをもころに食べてもらうと、これで攻撃力がアップしておりますね。リリー・エバーハートさん、お待たせいたしました。ついに、このパルワールドラストの裁きでございます。さあ、どんな方なんでしょうか。お姿拝見いたします。うわ、女性、あ、槍使ってる、あら、セクシー、可愛らしい方。あ、うわ、キリッとした目つき。この人はね、過激派なだけであって、そんな悪い方じゃないと思うんですけど、かっこいい登場の仕方、リリコイちゃん、あ、かわいい、こわギャップ、リリーちゃんギャップよし、行くぞ、行け、もうから撃て、うわうわ一番ぐらい効いたんじゃない？うわ、痛い、ちょっと待って強すぎるかも、ロケットランチャー、ロケットランチャー強すぎるかも、うわロケットランチャー強うわうわ終わったロケットランチャー強すぎる、ロケットランチャー、ちょっと待ってね、何発で終わった今ね、ちょっと待って、動画の尺がね、マストトラベル解放ありがとうございます。ちょっと待って、あの、俺まだ1132発余ってんだけど、ロケットターンで、ね、ちょっと待ってくれ強すぎじゃないねロケットランチャーが強すぎだってもうちょっと見たかったな、ね、もうちょっと見たかったよねただ、すべての塔をこれでクリアすることができました。よっしゃおらいっぱい作ったからねこれ、あ、どうしよう、このロケ取らちゃう終わりね、ちょっとね、私のパルワールドこれで終わりね何も表示されませんね、塔をすべてクリアしたんですけど、なんかね、あの世界中っぽいところに行ける何かとかが現れるのかなと思ったんですけど、特段メッセージも出ずに、あれ終わりね、ちょっと待って、やばい、終わりですか、え ありがとうございました、マカロン、おいでーあー、かわいいね、ここから始まったんですよ、私のパルワールドはこんなことになりました右手にロケットランチャーを、左手にモコロンをほんとにかわいいな、こいつはちょっともう一回だけよく見してねリリー・エヴァンダース裸足だよく見たら裸足だ、めっちゃ可愛い方、この方はね、ほんと過激派なだけで、悪いことしてるのはおそらく部下の方なんですよね。あー、リリクイーンちゃんも可愛いな、あ、怖い好きそういうとこが好き
こういうの、こういうのもっと何回もやりたかったんだけど、体力7万はい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 、普通にやっててもまあこれは勝てそうですね。うわうわ、アサルトライフルでもめちゃくちゃ食らうじゃん。おっとっとっと、危ない危ない。2回目さばき、おかわりさばきを現在しております。まあ部下のね、後始末はやはりリーダーの責任でございますから、撃て。おら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 、アサルトライフルでもまあこれはいけるな。おら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 。この姿を堪能しながら、じゃあまあお別れといきましょうか。よいしょ。おら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 、おっと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 、危ない危ない。この攻撃結構強いんですよね、範囲攻撃で。あ、終わった。結局すぐ終わったね。もころ、これ俺、私たちね、さばきの順番間違えたね、これね。塔に来る順番間違えたのね、これ、もころ。ビクター&ゼノグリフが一番強かったね。ビクターさん、遺伝子研究部隊の塔をラストにした方が良かったかもね。モコロ、ただそうだモコロ、俺たちにはまだ敵がいましたよモコロ。フィールドボスでございますよ。まだまだ倒してない奴らがいっぱいいるんですよね。このグランボスちゃんもまだ私倒してませんからね。レベル38。いやでもグランボスちゃんはやはり出会いのね、ボスであり、最後にしたいので、まずは火山のボルカイザーちゃん、そしてジオラーバちゃんは筋力で捕まえたんですけど、まだボスは討伐しておりません。そしてここのね、ジェットランちゃんレベル50マックスですよ。めちゃくちゃ強いんですよね。そして雪山にはグレイシャルちゃんがいらっしゃいます。そしてこの、なんだっけ、荒野には、セイントールちゃんに、もう一人葬儀師でしたもんね、2名のパルちゃんたちがいらっしゃいます。それぐらいかな。じゃあまあロケットランチャー片手に倒して回るか。どうもボルカイザーちゃんいる。うさ耳ロケットランチャーが来たよボルカイザーちゃん。行けお子ちゃん。よし、灼熱の暴君ボルカイザーちゃん、うわ。500効きますね。おこちゃん舞台。うわ、でもさすがの攻撃力だな。おこちゃん頑張れ、後ろから援護射撃はするぞ。撃て撃て、撃ちまくない。うわ。よし、もう体力半分は削った。うわ、やべ、熱熱、やばいやばい、やられるやられる、おこちゃん頑張れ。うわ。ふう、危ない。あともうちょい、あと一発。うらうわいしょ、ボス初回討伐やってやったぜ。よっしゃ、次行くぞおこちゃん。さあおこちゃん次のボス行くぞ。やってきました、鋼鉄の竜王ジオラーバちゃん、撃て。うら。隠れてリロードして撃つ。うわ。アサルトライフルも撃っちゃう。オラ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 。いや、やっぱロケットランチャーがめちゃくちゃ強いですね、このゲーム。あ、いいよ。もうこのいいよ。ちょっと待っててね。うわ、いけ。くそ。よいしょ。ふぅ。いいね、リロードもかっこいいな。おいしょ。ふぅ。これが俺のやり方だ。うら。ふぅ。いや、しょっと。あれ、どこ行った、あれ、ジオラボちゃん、あれ、どこ行ったもこのジオラボちゃんも、あれ。あれ、ジオラボちゃん、あれ、僕らどこ行ったね。逃げた。あいつ逃げたぞ。なになに、どっから攻撃してるんで。嘘。ジオラバちゃん戻ってきてるかなね。
あ、それはせこいよジオラマちゃん、おら。いいぞやれ。体力あともう少しだぞボカラ。援護射撃は任せ。おいボカラちゃんに何してやがる。うちのボカラに何してやがるジオラマ。おらよっしゃ、ボス紹介討伐ありがとうございます。さあ次は火山残る一体のパルちゃん、ジェットランちゃんですね。ジェットランちゃんは持ってないので捕まえたいんだよな。難しいぞ。嫌がったぜ伝説の流星流ジェットランちゃん、後ろからお邪魔します。いや体力10000やっぱえぐいですね。これ勝てるかな、レベル50マックスですもんね。いけおこちゃん頑張れ、総力戦だ、おら。いやロケットランチャーが152しか効いてないもん。しかも俺を攻撃しようとしてる。やっぱり危ない。これはいい方帰りになりそうだ。近ー、あーやばい、逃げろ。逃げろ。これノックバックがあるな。さてはこれやばい、俺体力こんな減ってる、マジか。やべ、ちょっと待って、油断した。ジェットランチャー、やめて。攻撃しないで、死んじゃう。この野郎、あやべ、倒された。何？いやー、死ぬ。おこちゃん助けて。やめて。いや、逃げろ。うわ。つえ、ここまで育ててもこんな強いかい。あ、そうだ、俺、ウサ耳だ。俺ウサ耳でした。パルメタルヘルメルしないと防御力が、いやあ畜生。強え、ジェットランちゃん強かった。あたた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 
私もうピンチですべ。いや、この BGM で、あち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 、やっぱりリロードする時間がないときは、ロケットランチャーを私は複数やば、あれ強い、あれ強い、あれ強いのー、いやあの攻撃やばいんですよ。よし、この攻撃はラッキー。この攻撃のうちにロケットランチャーをリロードしておくと、よしよしよし、あとはなー、シール、あ、外した、やば、もう、撃て、あ、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、もうから助けてー、お願い。よしよしよし、この攻撃の間はチャンス、リロードしてリロードして、いやー、シールド回復してほしいな。まだかな、まだかな、ごめんね、もころ引きつけといてこれ。いや、こっち来ないで。ジェットランサーめちゃくちゃ強いのよ。あ、危ねえ。オッケーオッケーオッケー、シールド回復、リロードもできておりますと。オッケー、やばいやばい、危ない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 。体力残り3000切った。もうちょっと、そろそろ攻撃に転じますか。おいしょ、やばい、なんだ、あ、やめて、重い重い、やばい、こっち来ないで。いや、もう石入ってこないで私の中に。ロケットランチャーでね、周りのオブジェクトが壊れて素材化してるんですよ。なのでそこに当たっちゃうと私の中に勝手に石が入ってきて。やめて。よし、残り体力2000、ただ捕まえたいな、 2% か。まだだな、いや、1桁台ぐらいには削りたいんですよね。落ち着いて落ち着いて、リロードしてリロードして、 OK。何？なんか、バフかけた？バフかけた？なんかキラキラしてない？キラキラしてない？ジェットランチャー。もうちょっともうちょっと。来ないで！やめて！外した！外した！この野郎！いや、強い。ちょっと待って。これがラスボスなんじゃないで、ね。もうラスボスみたいな雰囲気になってるよ。オッケー？こっち、やばいやばい。近い！近い！違う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 ！危ねえ！いい戦いだぜ、これだよこれ、この骨のある戦いをしたかったんだ俺は。いけ、僕ら、やばい、あれは強い、あれは強い、かわしてかわした、あっつー、来ないで。よし、体力1000以下になった、体力1000以下になった。ここからは殺さないように気をつけなければいけません。
大体クリーンヒットした時に200ぐらい入るので、あともうちょっとだな、もうちょっと削りたいとこではある。やばい、そろそろか、そろそろか、あと一発ぶち込みたいな、あと一発ぶち込みたい。やばい、危ない危ない危ない、痛い、くっくっそ、神山強っ、はっはっはっは、うっうっ、撃て、よし、そろそろだ、81、スフィアタイム、スフィアタイム、16%だと。いける、え、一発で、一発でいった、ジェットランゲット、伝説神竜、うわやったジェットランレベル50ゲットしてやったぜ、めちゃくちゃ弾作っててよかったなすごい減ってるそれでもまだ1000発ぐらいあるけど、やってやったぜ僕ら、ジェットラン、そして火山、これで全て討伐済み。やった、次はグレイシャルちゃん、あなたの番ですね、首洗って待ってな、今行ってやるからよランちゃんぶち込み行ってやるからよ。おおお、来ました、後ろ姿が見えましたね、伝説の氷点マグレイシャルちゃん、おら外したこっち見てる、怪しいんでこっち見てる、やばい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 、撃てよっしゃ、いけ僕ら、いやグレイシャルちゃんも体力13000、バチクソに強いですね僕らうちの僕らになりしやがるやれやれ、高台を取ったぜこっちはよ高いところから撃つそして逃げるとリロードリロード、高いところから撃ついいぞ、ここの方が戦いやすい、ジェットランチャーより戦いやすい場所でございます、うわオーケーオーケー僕らやれ、やべ上がってきやがった、こいつ上がってきやがった、逃げろくそ、俺立地的には有利だったのによ、何しやがら撃て撃て撃て、うわ綺麗な場所ですね、もうこの大丈夫、援護は任せろ、よし脇腹を、脇腹をロケットランチャーでぶち抜いてやるうわいいよ、もう体力4000は削れてる、4000は削れてる、いやいいですね、クリーンヒット250入るのか、いいですね、やっぱヘッドショット決めた方が、あー163、宝箱ありがとうございますうわっ、よっしゃー、いいよ、あごめん、あモコロの技が外れちゃった、危ない危ない危ない、よいしょよいしょ、おいしょ、いいね、ヘッドショット気持ちいいですね、グレイシュ、やばあの技は強い、あの技は強い、よっしゃー、かわ、あーヘクソ凍った危ない危ない危ない、隠れてちょっと逃げに徹しましょうか、シールドの復活を待ちながら遮蔽に隠れて、寒い寒いだと、え、夜になった夜になった、やばい寒い、ちょっと待って、松明とか置いてきちゃった、あれやばい、夜になった、そういや死ぬ死ぬ死ぬ、助けて寒い寒い寒いよ、ね、寒いよ、うわうわくそー、それはせこいぜ、環境を味方にしやがったこいつ、よしリベンジだ、朝一で挑むぞ朝一、日が落ちたら負けと思え僕らくそこの野郎、寒さを味方にしやがって、おら撃て撃ておいしょいい場所見つけた、ここの端っこ、ここの端っこいい、ここの端っこいいグレイシャルちゃんが登って、登ってこないでね、登ってこないでね、登ってこないでいいぞ、ここ登ってこれないな、さてはいいぞ、撃ておいしょ、おー体力も半分削っております、あおいしょおー危ねー、そういう攻撃方法もあるのね、おいしょ
やっぱ場所なんだよな。やっぱ高台から、高台から撃つが最強なんだよな。おいしゃい。モコロ、モコロ、モコロどうした？モコロがぶっ飛ばされた。どこ行った？モコロ。戻れモコロ。よし、行けモコロ。よっしゃ、体力残り1000切りましたよ。日差しは大丈夫ね。よし、まだ日は高い。まだ日は高いぞ。おら。こっからは体力調整の時間でございますね。わ、やべ、登ってきやがった、登ってきやがった、黒だ。よーし、降りろ。オーケー、いらっしゃい、いらっしゃい。よいしょ、残り12。あぶねあぶね。よし、スピアタイム、スピアタイム 16% か。ジェットランチャーと一緒だけど、こっからは無限スピアタイムだ。ほらエンディングにふさわしい無限スフィアタイム来ましたよ。危ない、もうちょっとなんだ、くそ。グレイシャルチャレジェンドスフィアは100個超えてんだよ。よし、いや惜しい、くそ。残り115。オッケー、来た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 、いや惜しい、やつや、カッ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 、来たか来たか来たか来た。グレイシャルちゃんゲット、伝説氷帝、かっこいいですね。あー、これで雪山も制覇かな。あとここがまだちょっと探索できてないけど、さすがにこの狭いところに、まあフィールドボスはいないですかね。ん？あれ？氷山の行動？ん？あれ？あれ？ルナクイ、シラだ。行ったことなかった、ここで。この行動行ってなかった、この未探索のちょっとのとこにいたの。あったんかい、こんなとこ。氷山の行動来ちゃったし、ルナクイーンちゃん会ったことないし、レベル49だと。高えぞ、やべえ、モコロ、どうしよう。もうだいぶ夕方だよ、これ。寒くないかな。洞窟の中は大丈夫だったりする。神言の女帝ルナクイーンちゃん、かわいい。あ、やばい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 、気づかれた。いけ、もうこの、そして撃て。あ、でも体力は4000ですね。はい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 、1万超えてないってことはいけそうですよ。おっと、何攻撃しようとしてるんですか、ルナクイーンちゃん。ダメですよ。やばい、死んじゃう、ルナクイーンちゃん死んじゃう、これ。いやさあ、そろそろいいんじゃないでしょうか。 20% か。はいはいはい、じゃあちょっとアサルトライフルで調整して。よし、オッケー。いや、それでも 18% か。難しいけど手に入れちゃうんだよな。ありがとうございます、ルナクイーンちゃん。すぐ骨折する。ありがとうございます。ここに来て初めてのパルちゃんと遭遇するとは。やったー、よかった、調べに来て、一応念のために調べに来てよかった。さあ、いました、伝説の聖騎士セイントールちゃんに、伝説の黒騎士ベイントールちゃん、2体仲良く並んで歩いてるな。どっちも体力1万ぐらいですね。これはむずいぞ。できれば1体ずつ戦いたいんですよ。どうだ。やば、2体同時に食らっちゃった。うわ、これどうするよ。1対1ならね、さほど難しくはないとは思うんですけど、うわ。2体同時となると、1体相手をしている間にもう1体がまたさらに攻撃を仕掛けてくる。これは非常に難しい戦いになると思います。攻撃を避けながら、いや、それとも2体同時に私の攻撃をぶち当てればいいのか。そうすればノックバックがどっちにも入るとはいえ、むずいむずいむずい。来ないで。マカロン頼む。めちゃめちゃ離れたところから撃つ。
ほらこれぐらい離れてたらもう名前の表示すら出てませんもんね。ほらあ、来た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 、こっち来ないでそっか、体力がどれぐらいなのかがちょっと分かりづらいってのはありますけど2体同時にぶち抜く、さすがのロケットランチャーですね。うわえ、なに、ライバートちゃん、違う違う、ごめんね、違うのよ、君たちじゃないのごめんライバートちゃん今それどころじゃないんですわよし、モコロンがあっちの戦いをしてくれて、してくれてないやめて、来ないでこっち来ないでうぅ、いててててて、くぅ、強い、攻撃力が単純に倍ですからね、攻撃頻度も。これは勝てるか、とりあえず3000ずつぐらいは削れてるけど、やべ、近づいてこないで、何その攻撃、何その攻撃、やめて痛いくっそ、こういう時リロードできてれば、あっあっあっ、ね、密漁団ハンターも来ないでね密漁団ハンター来ないで何してんのよいしょ、オッケー、うわ、おっ、やばいやばいやばい、2人に目つけられた、2人に目つけられた来ないで、あ、密漁団ハンターが攻撃してくれてる、もしかして攻撃してくれてるかもいいぞ密漁団ハンターやれ、あ、違う違う、こっちじゃない、こっちじゃない、お前何したら、ほらやろう、くっそー、ちょっと待って、体力がやばい、体力がやばい、体力が全開してる、離れすぎたくそ離れすぎたら体力回復するんかい、この野郎撃ていや、距離感難しいですね、さすがの、何、もコロがやられた、くそ、行けよ、おこちゃん、そして撃てい、くー、強い、一発でやられたぞ今、あ、おこちゃんうちのおこちゃんに何しやがるお前らいやでも体力結構削ってきました、削ってきました、いいですよ、残り5000と4000、残り5000と4000、これ捕まえる時もなかなか大変なことになりそうですね。いやー、 BGM がやっぱ熱いですね。おいしょー、ベイントールちゃんが残り700、ベイントールちゃんから削れそうですね、こっから狙いをベイントールちゃん一択にしていきましょう。おかちゃん大丈夫か一発撃ってもう一発ぐらい撃てそうだな。おこちゃん、おこちゃんやらないでね、おこちゃんやらないでね、おこちゃんよし、ベイントールちゃんはこれで、あとセイントールちゃんの方は任せたよおこちゃん、セイントールちゃんの方を頼む、痛い、やばやばやば、スミヤ、マリアへ、く、体力がねえ、捕まってくれ、捕まってくれ、頼む、違う、やめて、密漁団、密漁団やめてね横取りしないで横取りしないで密漁だ、よし、来た来た、ベイントールちゃんゲット、オッケーベイントールちゃんゲット、セイントールちゃん、よし、行くぞみんなねえ、おこちゃん攻撃しないでよね、お前らやめろおらお前ら何しやがる撃つんじゃねえよし、恐れを出したか、あとはセイントールちゃん一人になっちまえば、こちらのもおこちょがすごい削られた、くわ、やはり強い伝説の騎士たちは、危ない危ない危ない、オッケー、やべ、体にいっぱい入ってきた、体にいっぱい入ってきた、重すぎる、クソやめてくれ撃て、オッケー、危ねー、残り体力、残り体力3000、やってやるぜ、おいしょい、おこちょ、うわー、おこちょがやられた、くー、強ー強いって、あー、1対1でもこの筋、やめた、入ってこないでね、私の中に入ってこないで、うん、もうこの大丈夫か、うわ、いいですね、いい感じの夕焼けになってきました、痛い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 、よいしょ、最終バトルにふさわしい戦いになってるんじゃないでしょうか、おらよー、やってやるぜ、行けもうこの、一緒に力を合わせてこいつを倒してやろうぜ、ほら熱い熱い戦い、おいしょ攻撃させねえぜうー、危ない、
よいしょよいしょ、ほらよー、登らせたまるか。前からは俺のロケットランチャー、後ろからはモコロンの攻撃だ。耐えれるかな、この挟み撃ちに。ほらよー。後ろからモコロンが来るぜ。おいしょ、残り体力1000ちょい。いいですね。やばい、危ない、結構食らった。おいしょ、142、残り664、もうちょいだぞモコロン、もうちょいだモコロン。おいしょ、ぶち込め、ラストスパートだモコロン。あ、やだ、終わってく、私のパルワールドが、私のパルワールドが終わっていく。いやモコロン攻撃熱い。オラ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 、ラスト、オッケー、あとは捕まえるのみ。おいしょい、16%、いくぞ。はっはっ、おいしょい、捕まってくれ、捕まってくれ、伝説の聖騎士セイトルちゃん。おいしょい、はっはっはっは、攻撃してこないで、攻撃してこないで、私の体力、はい、やめて。いいですね、オッケー、来た。あ、もうちょいもうちょい、もう空もすっかり星空になっております。一夜を通して戦い続けている。オッケー、くっそ強い、あともうちょい、いて。その出てき際の攻撃やめてよ。強い、捕まらない、なかなか捕まらない。このレジェンドスフィアを持ってしても、レジェンドスフィアを持ってしても、いてラストだ、これがラスト勝負なんだ。やって、捕まえるぞ、絶対捕まえるぞ。やっぱかわされた、危ねえ危ねえ、残り93個いた。やめてよ、捕まって、無限スフィア、これが無限スフィアだ。終わらない、私のパルワールドを終わらせようとしてくれない。やったゲット、セイトールちゃん、初めてのボス紹介討伐ありがとうございます。やったー、色と、あ、ちょっと空に向けて、よし。これがやりたかったね。いやー、捕まえましたね。ということで、最後のパル図鑑読みをやっていきましょうか。どうでしょう、全部の図鑑埋まったんじゃないでしょうか。フィールドボスもね、全部捕まえて討伐しましたから、埋まってる。うわ、気持ちいいですね。確か100なんかまでありましたよね。あー、穴がない、白黒になってるパルちゃんたちがいない、全員、あー忘れてた。そうだ。ちょっと待って、ごめん、俺さっき最後の戦いとか言ってた、俺ごめん、ちょっと待って、グランボスちゃん忘れてた俺。ちょっと待って、まあ、先にちょっとパル図鑑から読んでいきましょうか。じゃあ、君は本当のラストということで。それでは読んでない方たち読んでいきましょうか。ルナクイーンちゃん、あ、かわいい、綺麗ですね。ルナクイーン、気品に満ちた優雅なパル。無礼者は超痛いビンタでしばかれる。それを目当てにするパルもたまにいる。いやー、パルちゃんも人間も同じですね。そしてセイントールはかっこいい、ピカピカしてるな。かつてはベイントールと一つであった。負の感情を取り払った存在であるとされているが、瞳の奥にはわずかな憎しみがこもっている。どうしたどうした。なんか過去になんかあったのかい。そしてベイントール、かっこいいですね。かつてはセイントールと一つであった。負の感情が分離した姿とされているが、瞳の奥にはわずかな慈悲がこもっている。わあ、お互いがちょっとずつ残っているってことかな。あ、かっこいいですね。モコロン？モコロンどうした？モコロン、モコロンがモコロン狩りしてる。暴れ足りないんだ、モコロン、まだ。
ちょっと待っててね、グラモスちゃんがいるからまだ。続いてグレイシャルちゃん、あらあらあら、かっこいい。グレイシャル、冬呼びし、パルパゴス島の守護神なり、守り神なり、かつて最悪この地を席巻せしおり、雨かけ無休の冬を巻き起こし、これを封ず、なんか読みにくいな。もうちょっと普通の文で書いてくれ。そしてジェットランちゃん、ジェットラン、パルパゴス島を遥か上空より見守る、再び最悪目覚め、地先空燃ゆる時、これなんて呼ぶんだっけ、すべてのなんだっけ、破滅の線ひらによりこれを破壊する、読みにくいな。違う、これは俺の額が足りてないだけだ。あとは字幕の俺頼む。で、あれ、ナンバー 112? なに、いや、僕ら、僕ら、やめて、僕ら。僕らが無差別殺戮を行っている、待って、僕ら。ナンバー112のパルちゃん。まだこれ、しかも会ったこともないパルちゃんだ。まだいるのか、この世界に。どうなんでしょう、もうすべてのマップ行き切って、フィールドボスも討伐し終えた、あとグラムスちゃんがいますけど、し終えたんですけどね、どうなんでしょう。まあ、ちょっとモコロンがうずうずしてるので、じゃあちょっとグランモスのところまで行ってきましょうか。うわ、懐かしい。このちょっと懐かしい道を、ノーカットでいきます。うわー、もうそこにいるもんで、ね、グラムだ。僕らグラムモスちゃんはどこにでもいるから、本当に。うわー、懐かしいなー。ここあそこにね、ツッパニャンとかがね詰まってたんですよね。無差別攻撃してるなー。うわー、かわいい。やだ、終わってくよこの道が。私のパルワールド最終回、うわー、終了の、ちょっとモコロン、そばにいてモコロン、モコロン、タマココ強っ。攻撃消したい今ね。あ、可愛いです、ここにもいる。ほんとグランボスちゃんはどこにでもいるんだから。これは普通の大きさのグランボスですもんね。この下にはボス、うわタマコッコちゃん、タマコッコちゃん、おむすびコロリみたいになってるって。さあ、やってまいりました、荒ぶる草がグランモス、最初に会ったぶりでございます。さあ、戦いを挑みましょう。終わっちまうな。いけ、モコロン、やるぞ、やっちまえ、オラ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 。でも体力4000ってことはやっぱしめちゃくちゃ強いですよね、このグランモス。まあ、今となってはなんですけど、序盤に出てくるボスとしてはこんな強い。いやー、やっぱロマン感じますね。ごめんなさいね、グランモス。もう、俺たちは強くなりすぎちまったんだよ、おめえ。やっちまえ。やば。これ以上俺攻撃したら、やられちゃうから、アサルトライフルで調整調整。いいぞ。よし、オッケー。ほら、いけ !64% いけるいけるぞ。ああ、一発でゲット、アラブルソーがボス紹介、討伐、グランボスちゃんもゲット、やったー。うわー、終わっちまうよ、くっそー。じゃあ最後に読みましょうか、グランモスちゃんを。おー、グランモス、背中の植生は個体により様々である。観賞用としても親しまれており、親しまれていた歴史もあり、グランモス専門の剪定師すら存在した。マジか。結構この子怖いけどね。まあでも比較的温厚なんですよね。こちらを見かけても攻撃してきませんからね。あー、モコロ、
終わっちまうよ、僕ら。かわいいもころ、でかっ。やっぱ希少種もころでかっ。うわー、パルワールドが終わっちまった。すいません皆様、ありがとうございました、もころ。皆さん、また会う日まで。パルワールド、うわうわうわ、何しやがる、もころ。最後に俺に攻撃してきやがったもころが。あ、感動の再会、わー、もころ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 たまここ強攻撃消すんだよな、たまにな。